企画学において、ビアフェライ構造とは、等しいサイズの泡からなるフォームを表す三次元構造の一種で、ある。1993年、ダブリン大学トリニティカレッジの物理学者、デニス・ウィアとその学生ロバート・フェーランは、フォームの計算機シミュレーションを通じて、この構造が、ケルビン問題の最適解だと信じられていた、ケルビン構造より優れていることを発見した。 説いただき八面体系の泡からなる多面体フォーム1887年ケルビン教は空間を等しい体積のセルに分割するとき境界面積を最小にするにはどうすればいいかつまり最も効率的なフォーム構造はどのようなものかという問いを立てたこの問題はそれ以来ケルビン問題と呼ばれるようになった その回としてケルビンが提示したフォームはキレイいただき8面体による空間充填を模したもので、ケルビン構造として知られている。これは突一用充填であり、構成単位のキレイいただき8面体は正方形の面6枚と正六角形の面8枚を持つ14面体で、それ一種のみで空間を充填することができる。ケルビン構造における十四面体セルは厳密には、 多面体ではなく六角形の面がわずかに極率を持っている。これはフォームの構造を支配するプラトーの法則の要請によるものである。この構造がケルビン問題の最適解であり、綺れただき八面体による空間重点が最も効率的なフォームを与えるとするのがケルビン予想である。ケルビン予想は広く受け入れられており、100年以上に 渡って判例が知られていなかったが、ウィアフェラン構造の発見によって覆されることになった。12面体ウィアフェラン構造は、ケルビン構造と異なり2種類のセルからなる。ただし、それらの体積は等しい。セルの一つは、五角12面体である。五角形の面を12枚持つものの性12面体では、なく、対称性は、高鉄高体系である。 14面体もう一つは切れいただきねじれ、すごろく角錐である。六角形の面2枚と五角形の面12枚を持つ14面体で、半角中の対称性を持つ。ケルビン構造の六角形と同じように、どちらのセルでも五角形はわずかに曲がっている。ビアフェラン構造の境界面積は、ケルビン構造よりも0.3%低いが、現時点では、 これが最適構造だとは証明されていない。ビアフェラン構造は自然界に存在する。体積の等しい泡の集合体に適切な境界条件を与えれば、自己組織的に A15 章を取ることが実験的に示されている。A15 章とは、ビアフェラン構造におけるカクセルの重心に原子を置いた結晶構造を言う。 ホーム中の泡に結晶格子を組ませるためのモールド、ウィアフェラン構造の面と辺から曲率を取り去ると、多面体による重点が得られるが、これも広い意味でウィアフェラン構造と呼ばれる。このような空間重点が存在することは、ウィアとフェラン以前から知られていたが、ケルビン問題への応用は手つかずだった。科学の分野で多面体ウィアフェラン構造と等しい、結晶構造が発見されている。 通常、I 型クラスレート構造と呼ばれるもので、メタンやプロパン二酸化炭素によるガスハイドレートは低温でこの構造をとる。ビアフェラン構造における辺の濃度に水分子が一致して互いに水素結合を作り、サイズの大きいメタンなどの分子が多面体ケー時内に包摂されたものである。アルカリ金属の軽化物並びにゲルマニウム化物の中にもこの構造をとるものがある。 シリカ鉱物の一種、メラノフロジャイトも同様である。メラノフロジャイトは、シオニの純安定型で、期待分子が、ケージ内にトラップされることによって安定化する。国際ゼオライト学会は、メラノフロジャイトと同型の骨格構造に、MEP のシンボルを割り当てている。フランク・カスパー賞として知られる一群の構造にも、多面体ウィアフェラン構造が含まれる。近年、アフェラン構造と、 そっくりなナノ物質がパラジウム基板において鉛パラジウム合金薄膜で発見されている。北京オリンピックの北京国家水泳センターにちなんでナノウォーターキューブと命名された。2008年の北京オリンピックのために建設された北京国家水泳センターのデザインはウィアフェライ構造をモチーフとしている。結果的にその構造史自体は強靭かつ軽量な性質を備えることになった。 構造体のジョイントをすべて正四面体構造に近づけることで二次元における六角形と同じように少量の支持材による骨組みで広い空間を埋めることができたのである。ありがとうございます。